書の下着はこんな感じです。薄めのグリーンっていうか水色っていうか色味の下着になっていてね、刺繍もねたくさんあしらわれていてすごく可愛いです。で紐がねちょっとなんていうんだろう、鱗みたいな感じになってこんな感じです。では下も紹介していきます。下はこんな感じです。下はねちょっとデザインが、このレースがねちょっと違くてすごくちょっとセクシーさがあります。こんな感じです。ではセーラー服に着替えていきたいと思います。今日はこちらの水色のセーラー服に着替えてみました。いかがでしたか？この動画が良かったら高評価とチャンネル登録お願いします。 Twitter や Instagram の SNS も頑張っているので、よかったら見てみてください。今日もありがとうございます。 B でした。